人生の総資産を増やすグレートインベスターへの道、こんにちは、みつろです。今回は全ての人に通ずる成功法則という話をしていきます。僕はですね、普段もらうメールの中でちょこちょこ見かけるものがあるんですね。それがどういう内容かと言いますと、普段ですね、僕の動画では日常で実践できるようなあの話をいろいろとお伝えします。例えば1日5分掃除をしようとか、例えば自分が出す音に気をつけようとか、背景を感じる、食べる時にその食べ物の背景、誰が作ってくれて、どこから運ばれてきてっていう、そこに乗ってる思いとか、それを感じながら食べましょうとか、あとは反復をしましょう、基礎基本を大事にしましょうとか、いろいろお伝えをしてるんですけども、それをね、見ていただいた上で、ちょっと今自分は忙しくてできないとか、あんまり自分はそれが得意じゃないんですよねと、他に方法ってないですかとか、そういったですね、質問とか、メールをいただくんですね。確かに人にとって合う方、その人にとってのルートっていうのは確かにね、あると思うんですよ。こういうタイプの人はこういう勉強の仕方が向いてるとか、こういうタイプの人はまずは行動から入った方がいいとか、こういうタイプの人はまずは、体験から、そういう衝撃的な感動的な体験をしてから始めた方がいいとか、こういう人はまずはちゃんと分かる人に教えてもらった方がいいとか、その人に合った方っていうのは確かにあるんですよ。だからそれぞれの成功法則っていうのはあります。これはあるんですけども、同時に全ての人に通ずる、要するにどんなタイプの人でも通ずる成功法則っていうのもあるんですよね。で、それを今日はお伝えしたいんですけども、そこでですよ、さっき冒頭で言った最近ちょこちょこでいただくメールですね。自分にはこれは向いてないと思うとか、自分はちょっと今忙しくてできないとか、そういったメール内容にはどういった意味が込められているのかですよね。実はここが結構重要です。確かにね、本当に忙しかったりとか、本当に実際できない状況にいる方もいらっしゃると思うんですけども、でもこれは僕も含めてですね、人はですね、ついつい綺麗な言葉で牢獄を築いてしまうものなんですね。これは僕自身が普段からですね、北極老人から気をつけた方がいいと言われていることなんですね。人はついついですね、例えば挑戦することを避けたりとか、圧力から逃げようとしたり、苦手なことから逃げようとする時に、あとは楽な方に流れる時もそうですね、ついつい綺麗な言葉でごまかそうとしてしまうんですね。例えば、僕だったらよくあるんですけど、いや、こんなに忙しいからごめん、これできないよみたいな言い訳をついついいっぱいいっぱいの時はしてしまうことがあるんですよね。それはね、気をつけないとね。あとは、いや、自分にはこれ向いてないしなみたいな、もっと自分に合った方法あるんじゃないかなっていうふうに、それね、先延ばしにしたりとか、そういうことをですね、ついついやってしまう。そうやって自分の綺麗な言葉によって自分を牢獄の中に閉じ込めてしまうんですね。なんで牢獄かって言ったら、そうやって一見綺麗な言葉を並べることによって言い訳ができますよね。言い訳ができるということは、自分の今の現状のままでいい、変わらなくてもいいんだっていうふうに正当化できてしまうんですよ。でも、そしたらいつまでたっても今の自分の枠の中にとどまることになりますよね。考え方も価値観も行動も全部今までと一緒ということは、これから来る未来も結局これまでの過去から現在未来の延長線上でしかないっていうことなんですよね。だから同じ失敗を繰り返したりとか、ずっと同じことで悩み続けたりとか、ずっと苦手なことがそのままだったりとかしてしまうわけですよね。じゃあどうしたらいいのかですよね。どうやったらそのプリズンブレイクできるのか、牢獄から脱出することができるのか、それが実は万人にですね、全ての人に通ずる成功法則ということになるわけですね。じゃあそれは一体何かっていうと、本当にこれはね、すごい簡単な話というか、めちゃめちゃシンプルなんですけども、とにかく苦手なことをやってみると、これに尽きるんですよね。その苦手なことをするっていうのが嫌だから、ついつい楽な方に流されてしまうわけですよね。例えばね、必要ないものを買う時ってやっぱストレスでこう感じててね、発散したい時じゃないですか。お金を使ってストレスを発散したい時、それをなんとなく自分で分かってても、でもついつい言い訳が出てきてしまうわけですよね。例えば、いや、これは自分へのご褒美だからとかね、そう言ってお金を使うことを正当化したりとか、あとは逆に、いや、これ楽しいからさ、いいんじゃないのとか、そういうふうにね、綺麗な言葉でそれを
装飾してしまう。でも自分の中では結構その違和感に気づいてたりするもんなんですよね。なんか違うよなって、なんか言い訳してるよなっていうのはなんとなく自分では分かってることが多いわけですよ。なのでまずはその違和感をちゃんと感じる、察知するっていうことが一つで、その上で苦手なことに挑戦していくっていうことなんですけど、じゃあ具体的にどういうことをやっていったらいいのか。例えば掃除がすごい嫌だ、もう掃除が本当に嫌いっていう人だったら掃除をするのでもいいと思いますし、例えば職場で苦手な人がいるっていうんだったらその人に自分から挨拶をしてみるとか、あとは人から頼まれ事をされるのがすごい苦手っていう場合はあえて頼まれ事をされたらそこに乗ってみる、あえて引き受けて喜んでもらえるように頼まれたこと以上で打ち返してみるとかっていうふうに、苦手なことに挑戦していくということが、これはもうどんなタイプの人であっても必ずそこから人生が上向いていく、人生の傾きが右肩上がりになっていくための突破口なんですよね。でもこれはね、やっぱりねちょっと自分に圧がかかります。ちょっと打ってくる時もあるし、よしって踏ん張らないといけない時もあります。だから日常からですね、自分のエネルギーですねをしっかりと高めていくということが重要ですし、とにかくいい情報に触れていくということですよね。いい食べ物、いい音楽、いい空間、いい仲間たちにしっかりと触れていって、いいエネルギー、いい情報をちゃんと自分の中に入れていくことによってしっかりとですね、ここぞという時に備えて蓄えていくということですね。でその上で苦手なことにね、本当いきなりハードル高くなくてもいいと思うので、ああこれちょっと嫌だなとか、ちょっと避けたくなるよなっていうものに一歩踏み込んで挑戦してみることで、自分のプリズン、牢獄というのは打ち破っていくことができる。そして振り返った時に、ああ自分ってなんであんなことで悩んでたのかなっていうふうに、そんなふうにね思えるような日が来ますので、これはね僕も例外ではないので、ぜひぜひ一緒に挑戦していければなと思います。